ードで作る博多めいろんな明太子があるけん明太子が買ってきちゃな。はいはーい、博多で生まれ博多で育ち博多在住博多のリナ、皆さんこんにちは、リナジョンです。いつもたくさんのコメントやグッドボタン等ありがとうございます。このチャンネルでは博多弁講座とか福岡のこととか今毎日投稿しようけん、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日もやっていこう。今日はこのコーナーでお届けします。キーワードで作る博多弁。このコーナーは2つのワード単語を使って博多弁で文章を作ってみるっていうコーナーです。前回は雨と傘で博多弁の文章を作ってみたんだけど、本日のキーワードはこちら、福岡明太子。この2つを使ってやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。まず一つ目は、ねえねえ、福岡の明太子って美味しいじゃんね。これは福岡の明太子って美味しいんだよねっていう意味です。これは語尾にちゃんねーがついとっと、ちゃんねーだよねっていう意味やけん、美味しいじゃんね、美味しいんだよねみたいな感じ。福岡の明太子って美味しいじゃんね。みんなどこの明太子が好きと。二つ目は、え、福岡って明太子が有名じゃないと。これは福岡って明太子が有名なんじゃないのっていう意味です。これは語尾にとがつくやつね。有名なんじゃないと、有名と、とってめっちゃ使うもんね。結構疑問形とバリ多いよ。有名じゃないと、この前のじゃないとっていうのもポイントやない。有名なんじゃないの、有名じゃないと。有名よ、福岡の明太子。もうめっちゃいっぱいいろんな明太子があるけん、もう会社もいっぱい、どの明太子が買うか迷うけんね。福岡って明太子が有名じゃないと。三つ目は、明太子ばかりに福岡へ金シャイ。これは明太子を食べに福岡へいらっしゃいっていう意味です。キンシャイはいらっしゃいとかおいでっていう意味やけんね。よく聞くよね、キンシャイって。でもこれ確か何やったっけな、広島とかでも使うって書いてあったよね。あとは明太子ば、なんかね、博多弁ってね、ばってつけたりする。なんとかがっていうところをなんとかばって言ったりする。明太子ば食べに福岡へ金シャイおいで。四つ目は、福岡寸胴家って毎日明太子食べるわけなかろうもん。これは福岡住んでるからって毎日明太子を食べるわけないでしょっていう意味です。住んでるからっていう感じを寸胴県って、博多弁。あとは語尾のなかろうもん、よかろうもんとかあるやん。なかろうもんないでしょって感じ。これは本当にそうとよ、福岡寸胴県って毎日明太子ば食べるわけなかろうもん。5つ目は、お願いがあるんだけど福岡行ってから明太子ば買ってきちゃな。これは福岡行って明太子を買ってきてくれない、はてなっていう意味です。前やったよね、チャラーン。これ語尾チャラーンよ、チャラーンです。明太子が買ってきちゃらしてくれないっていうような感じやけん、買ってきてくれないみたいな感じ。みんなも誰かが旅行で福岡行くって言ったらこんな感じで、福岡行ってから明太子が買ってきちゃらってお願いしてみてね。6つ目は、福岡って言ったらやっぱ明太子さ。語尾の草、これは福岡って言ったらやっぱり明太子だよねっていう意味です。この草はだよねとかだねだよみたいな感じやけん、明太子さ、明太子よみたいな感じ。福岡いっぱいあるけど明太子美味しいけんやっぱ明太子さ。7個目は、この明太子福岡で買ってきたけどな。
ゲナ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 、これはこの明太子を福岡で買ってきたんだってっていう意味です。ゲナはね、まだ動画に出してないっちゃけど、前ちょっと何やったっけ、なんかで出したよね、ちょっとだけ。ゲナはだってなんとかなんだってみたいな感じ。福岡で買ってきたんだってっていうことを、福岡で買ってきたゲナって言うと、この明太子福岡で買ってきたゲナゲナゲナ。はい、ということでリナが思いついた福岡そして明太子、この2つのキーワードを使って博多弁作ってみたっちゃけど、いかがだったでしょうか。7個だけ思いついた。みんな他に思いつくもんあった？結構語尾とかは全部変えてやってみた。意味はちょっと似とうのとかもあるっちゃけど、いかがだったか、誰って感じ。ねえねえ、福岡の明太子って美味しいっちゃんね。福岡って明太子が有名じゃないと、明太子ば食べに福岡へ金シャイ。福岡寸胴県って毎日明太子が食べるわけなかろうもん。ねえねえ、福岡行ってから明太子ば買ってきちゃな。福岡って言ったらやっぱり明太子さ。この明太子福岡で買ってきたげな、げなげな。ということで今日はここまで。これからもこのチャンネルでは博多弁講座とか福岡のこととか発信をしていきます。過去の動画は全部再生リストにまとめておけん、よかったら再生リストもチェックしてみてくださいね。博多弁講座は博多弁講座でまとめて載せておけん、過去の分も見てみてね。そしてこの動画がいいねって思ったら高評価ボタンも押してくれると嬉しいです。それではみんなまた会おう。バイバーイ、りなじょーでした。この明太子福岡で買ってきたげな。福岡大好き、博多大好き、りなじょー好きなら